こんにちは、一新塾の杉本です。本日福岡県教育委員会より令和4年度の福岡県公立入試における出題方針が発表されました。大きな変更点は英語ですね。変更前の令和3年度における生徒にとって身近な場面を取り上げという表記が、令和4年度入試においては目的や場面、具体的な状況に応じてコミュニケーションを図る力というふうに記載が変わっていました。今後もこのコミュニケーションというところはしっかりと意識しておきたいですね。買い物や道案内における表現ですね。こういった問題をしっかりと押さえておきましょう。このような日常会話や様々な場面で使用する熟語であったり、独特な表現は覚えておきたいですね。私が過去に福岡県公立入試を10年分分析して、登場回数の多かった熟語や、ぜひ覚えておいてほしい熟語をまとめていますので、こちらの動画もぜひ参考にしてみてください。今後も熟語や単語を覚えるときには、その覚えた熟語や単語がどういった場面で使用されるのか、これを意識して勉強しておきたいですね。受験勉強頑張ってください。